粒総延長2 5 0 0トルに及ぶ、大運河である。途中で、高河と長江を横断している。戦国時代より、部分的には改作されてきたが、隋の文帝と容体がこれを整備した。完成は610年。運河建設は人民に負担を敷いて、隋末の反乱の原因となったが、運河によって、経済の中心地高南と政治の中心地、 河北、さらに元の首乱派案によって、軍事上の用地である、軍だった、大都が結合して、中国統一の基盤が整備された。この運河は、その後の歴代王朝でも大いに活用され、現在も、中国の大動脈として利用されている。2014年の第38回世界遺産委員会で、シルクロードなどとともに、世界遺産リストに登録された。 精神の滅亡以後、中国は300年近い年月にわたって南北に分裂していた。南北がなかなか統一されない原因として、歪水、長江の間に、網の目状に走る、昇華船が新軍の足を鈍らせることにあり、曹操が敗北した石壁の戦い、府県が敗北した翡翠の戦いなども、北の騎馬軍団が南の水軍に敗れたという側面がある。 が大運河。青は文帝が建設した、大運河。赤は陽大が建設した、大運河。イコール英渡る巨イコール、通災巨イコール、山陽うな手イコール港南川、北州から禅城を受けて、隋を建国した要件は、この問題を解決するために587年に、Y 水と長江を結ぶ水を改作し、589年に、鎮を滅ぼして、南北を統一した。 604年に二大皇帝洋大が即位し、翌年より再び大運河の工事が始まる。まずはじめに甲河と愛水を結ぶ通災橋が作られ、続いて、甲河と天津を結ぶ永渡る居、そして、長江から江州へと至る江南側が作られ、河北から石江へとつながる、大運河が完成した。完成は610年のことで、 その総延長は2 5 0 0トルを超える。通災居の工事には100万人の民衆が動員され、女性までも挑発されて5ヶ月で完成した。これによって、後の人から防政と避難され、さらにこの運河を、陽台自身が、流船に乗って遊覧し、陽台が好んだ港内へと行行するのに使った、ことから、自らの好みのために民衆を挑発したなどとも、 言われるようになる。大運河は一からすべてを改作したわけではなく、既存の小運河を連結した部分がかなりある。また大運河の建造は、南北の統一を確かなものとし、江南の物産を河北にもたらした。英渡る巨建設の目的は、高クリエン制であった。大運河が開通したことによって、経済面で優越していた南が、 政治、文化の中心地である北と連結され、中国全体の流通が増大した。その社会的な影響は計り知れない。大運河の建設に、多大な労働力を動員して、民衆を苦しめたことを、随調打倒の大義名分の一つとして建国した、東和佐こそが大運河からの最大の受益者となった。近隣地域の生産力のみでは支えきれなくなった。 首都長安、洛陽の食糧事情を安定させることができたのも、大運河による物資の運送能力によるところが大きかったのである。生命浄化と海復は、永渡る巨と通災巨の結節点として中国の南北を結び、黄河によって東西とも結ばれていたので、経済的な重要性が高まり、五代十国時代より北宋の首都として繁栄した。 開封城では城内を運河が貫通しており、長安のような大規模な直行道路は姿を消したが、入り組んだ大小の街路には、各種の飲食店や酒店などが軒を連ねるなど、その商業は、流星を極めた。当時の運河周辺の都市の繁栄の様子は、生命浄化とに生き生きと描かれている。天津の絵画の起点。栄川下流を利用して、黄河と天津を結ぶ。 南運河と、ニレ川を利用して、天津から北京へと結ぶ、北運河がここで合流し、海河となって、渤海に流れるしかし金が河北を占領して、南宋と対立するようになると、大運河の流通も激減し、整備もされなくなって錆びれてしまった。その後、元が、中国大陸を征服すると、江南から、首都の大都への近道として、チェジュ川と海通り川が、開かれた。 つまり、一旦開封を経由して、北京に至る、それまでのルートが不便だったため、甲州から北へ進み、天津へとつながるルートが開かれたのである。現代には、海運が発達した意外貿易を主にしていたので、従来に比べると大運河の重要度は落ちていたものの、この新しいルートは国内における、北京の重要性を高めることになった。 秋代に入り、さらに、永楽三角によって、南京から北京に、戦とされると、再び大運河の重要度が増した。民は、解禁策を取っていたため、再び内陸水運河、見直され、また新たに運河が開作された。甲州から北へ進み、ワイアン助州再名総州天津とつながる運河ができて、これが、現在の大運河となった。 解禁策を採用していた、明、清においては、大運河を維持することが、国土にとって、死活的な重要性を意味しており、南川総督や、総運総督など大運河を管轄する重要な役職や役所が置かれた。新末に開国して、再び対外貿易が活発化すると、大運河の重要度は落ち、一地方の交通路に止まった。しかし、 中国大陸を統一した中華人民、共和国成立後は再び整備が行われ、現在では2000トン級の船が通行できるように、改修工事が行われている。ただし、土砂の堆積が多く整備した運河の日上がりやすい、郊外北から天津までは、必ずしもそうではなく、航空機や高速船のような、新たな交通手段の発達もあって放棄されている、箇所も少なくない。 この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。世界遺産に登録されたのは、軽食い大運河のうち、護岸や景観が回収されていない王子の姿を止める、断片的な区間水路と、中国では、隋島大運河と雪島運河に区分される範囲で、関連する、陸上施設も含めた31の構成資産で、形成される。 随藤大運河、京喰大運河、瀬戸運河2002年12月27日、南水北町が着工された。京喰大運河と、その平行の稼働はその、東線工事のメインルートである。チャンス省を州市より引いた、長江の水を、ポンプで溶水して、天津市にまで至る長さ 1,156km の、ルートに利用される。ありがとうございます。